阿部ななみです。ね、活動終了までラスタイドルで駆け抜けていきたいなと思っています。初めてミュージックステーションに出ることが決まった時です。毎回企画が発表された時とか、また過酷なことに挑戦しなきゃいけないんだっていう不安とか、そういろんな感情が混ざり合ってかな、混ざり合ってたかなと思います。悲しかったこと、悲しかったこと、メンバーが、仲間が減っていっちゃうとき、日々のたわいもない会話とかです。メンバーとの、野菜サバイブの企画です。いや、私に出会ってくれて、私と出会ってくれて、関わってくれて、たくさんの影響をくれてありがとうございました。ラルーチェは、私にとってかけがえのない存在で、ずっと一緒に頑張ってきたし、楽しい思いも悔しい思いもしてきた大切な仲間です。約4年間のラストアイドルの全てが詰まったような、いろんな歴史の詰まった大切な作品です。これからのメンバーそれぞれの未来へ向けて、これからみんなが旅立って頑張っていくぞっていう、そういう、なんだろうな、希望が詰まった曲たちです。ラルーチェの Everything Will Be Alright という曲が一番好きです。すごく思い入れのある曲ですし、ラルーチェが7人から5人になって初めてバトルした曲でもらった曲なんですけど、自分にとっても今もでもずっと大切な曲で、ライブでもやってて楽しいですし、時々聴きたくなる大切な曲です。挑戦とは、退屈から抜け出すための一歩です。青春でした。多分何をやってもどう頑張っても後悔は残るんですけど、その後悔をなるべく減らして、自分の次のステップに向けて、次このラストアイドル人生にいい終止符が打てるように頑張っていきたいです。いやー、でも今は結構終了が決まってからは、なんか叶わなかったこととか、なんか後悔とか、この時こうしてればよかったのかなとか、もっとこういうことしたかったなっていうことに目がいっちゃうし、たくさんそれはあるんですけど、でもラストアイドルに入ったからこそ叶った夢もたくさんあるし、ラストアイドルに入らなかったらできなかったこともたくさんあるので、ラストアイドルに入って心からよかったなと思うし、でも、自分は常に全力で頑張ってきたつもりなので、これが全てで、全て頑張ってきた結果がこれだったので、納得してます。あ、そうですね、よく、頑張れてたか分かんないけど、
うん、でもやれることはやってきたし、4年間でこんなにたくさんのことに挑戦して今でも残っていられるっていうのはすごいことだって自分に言ってあげたいです。なんだろうな、でも本当に一緒に活動できた期間は本当自分にとって本当にかけがえのない宝物だなって思うし、なんかみんなが辞めちゃってからもなんかそのラルチだったメンバーが胸を張って、私昔ラストアイドルのラルチだったんだよって言えるように、私ももっとラルチラストアイドルを大きくしようって思ってやってきた部分は、なんかそれをモチベーションにやってきた部分もあったので、なんか一緒に頑張ってくれた期間はありがとうだし、それ以降もなんか私の心の支えとなっていたので本当にありがとうって言いたいです。まあそうですね、なんかそれもちょっとあるのかなって思います。そうですね、活動終了後は、自分のために生きていければいいなって思います。